大谷、一郎以来の電動入り着用の帽子など寄贈。米大リーグに投打の二刀流でデビューしたエンゼルスの大谷翔平選手23が公式戦で着用した帽子などが、米国野球殿堂博物館に寄贈されることが2日、分かった。ニューヨーク州クーパーズタウンの殿堂博物館からの依頼に応じた。 メジャーデビューしたばかりの選手のものが飾られるのは極めて異例。1日に敵地オークランド・コロシアムのアスレチックス戦で初登板し、6回3失点で初勝利を挙げた際に着用していたエンゼルスの赤い帽子が贈られる。また、野手としてメジャーデビューを果たした3月29日の開幕戦で使用したヘルメットも。 シーズン終了後に寄贈される予定。破損した場合は、その時点で送られる。これまで、電動博物館に寄贈された日本選手のものでは、2016年に通算3000安打を達成したマリナーズの一郎選手、当時マーリンズが使用したユニフォーム、スパイクなどがある。大谷選手が、競技の本場で、 1918年のベーブ・ルース以来となる同一シーズンでの2桁勝利、2桁本塁打の偉業に挑むことなどが評価されたとみられる。昨年12月にポスティングシステムを利用してエンゼルス入り。25歳未満のドラフト対象外の外国人選手扱いでマイナー契約に限定されたが、開幕直前にメジャーに昇格した。 彼の才能は輝くはず。MLB449 発電動入り名詞が後輩大谷翔平に伝えたい言葉。エンゼルスの一員として電動入りするゲレーロ氏は24日同25日から臨時コーチとしてキャンプに参加。大谷翔平投手が実戦デビューした同日ブルワーズ戦で始球式を行うとファンから 大きな拍手と歓声が湧いた。その後、ダグアウトから試合を観戦したが、大谷の投球を一目見ようというチーム関係者で大混雑。ベンチのフェンス沿いに人垣ができてしまい、じっくり見られなかったと苦笑いしたが、見た限りでは素晴らしいボールを投げていた。エンゼルスの一員になってくれて嬉しい。彼は、 メジャーで成功に必要な要素をすべて持っていると太鼓判を押した通算449号のゲレーロ氏大谷は成功に必要な要素をすべて持っている今年米国野球殿堂入りが決まったブラディミール・ゲレーロ氏が25日日本時間26日米アリゾナ州天日にあるエンゼルスのキャンプ施設で 母国ドミニカ共和国とラテンアメリカを代表できて幸せだと喜びを語った。ドミニカ共和国出身の元ア野手は、1996年にエクスポズの一員としてメジャーデビュー。豪快なスイングで、ストライクゾーンを大きく外れる球でもホームランにしてしまう悪球打ちで人気を博した。守備でも右翼から 本塁へノーバウンドで送球し、走者を指す離れ技を何度も披露。エンゼルスでは2004年から6シーズンプレーし、主砲として上昇軍団を支えた。その後、レンジャーズ、オリオールズを経て2011年を限りに現役を退くまで、通算16年のメジャー生活で打率1.318、449本塁打。 打点を記録2004年に MVP を獲得したほか、救援選出9度、シルバースランガー賞8度の功績を残した。ゲレーロ氏が大谷に伝えたい言葉とは、彼の才能は輝くはず。母国を離れ、言葉も文化も違うアメリカ合衆国でプレーすることの大変さは痛いほどわかる。 ドミニカ共和国出身選手では、ペドロ・マルティネス氏に続き、2人目の伝道選手となった大砲は、伝道入り式典のスピーチで、野球を離れた生活面でも適応しなければいけない外国人選手の苦労にも触れる予定だという。大きな期待を一心に集めながらプレーする重圧も知るだけに、異国でチャレンジする大谷に伝えたい言葉があるという。 始まりより終わりが大事。始まりが問題ではなく、最後に、どんな形で終われるかが重要だと思うんだ。いいスタートが切れたとしても、そこから成長して、さらにいい終わり方ができるように目指してほしい。私がナ、ナリーグのエクスポズからア、アリーグのエンゼルスに移籍した時も、最初の1ヶ月はアジャストするのが難しかった。 ましてや、大谷は違う国から来たのだから、アジャストはさらに難しいだろう。だが、彼の才能は輝くはず。いいスタートを切れるように祈りたい。二刀流で注目を集める大谷が、これから10年後、20年後には、どんな選手に成長を遂げているのか。始まりより終わりが大事。挑戦は始まったばかりだ。 いかがでしたかよろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。